ウィークスアイランドとは、アメリカ合衆国ルイジアナ州中央南部、イベリア軍に位置する岩塩ドームの名称。直径約3キロメートル。南ルイジアナの最高地点でもあり、悪魔の石椎と呼ばれる。ルイジアナ州の一ウィークスアイランドは、イベリア軍の大陸側、ウィークス湾に向かって開いた口の部分に位置する。沼杉タクスディアムミュークロノタムが生い茂る、ルイジアナ南部の低出地。 ウィークスアイランド周囲の環境と似ている。南西端がメキシコ湾の入り江であるウィークス湾に接し、中心部はウィークス湾から西に1 6トルほど内陸に当たる。中心の位置は北緯29度48分39秒整形91度48分16秒、北緯29.81083度整形91.80444度、 29.81083-91.80444。ファイブアイランズの一つ。ルイジアナ州はほぼ全域がメキシコ湾に沿った湾岸平野であり、地質によって三分できる。中央南部はミシシッピ川による数千万年の堆積によって形成されたデルタ、堆積層からなる。そのため、海岸から 50km 内陸に入っても標高は、 数メートルに過ぎず、メキシコ湾に発生するハリケーンによって、浸水被害を受けやすい。沿岸部には低湿地帯が形成されており、水はけが悪く、自然の状態では出現、もしくは、沼杉が生い茂る湿地が広がっていた。標高50メートルに過ぎない、ウィークスアイランドが、アイランドと呼ばれるのは、このような周囲の環境から比較するとよく目立つためで、ある。ウィークスアイランドが、 どのような書力によって形成されたのか、19世紀当時は謎であった。なぜなら、北西から南東に向かって、ジェファーソンアイランド、エイブリー島、ウィークスアイランド、コートブランシェアイランド、ベルアイルという5つのよく似たアイランドが7 0トルにわたって直線上に並んでいたからだ。標高0メートルの広大な低出地になぜこのような構造が形成されたのか。 岩塩海塩とは異なり、立方症系の結晶がよく発達している。合衆国は世界最大の岩塩採掘国である。現在では、ウィークスアイランドを含む岩塩ドームは、ルイジアナ州からテキサス州にかけて、海岸線付近に広がる第4期に形成された堆積層、その堆積層の直下にあるジュラギに由来する岩塩の一部が浮力によって上昇し、 形成されたと結論付けられている。岩塩自体は1億年以上前に形成されたことが、花粉の調査によって明らかになっている。ファイブアイランズを含む一群の岩塩ドームは、湾岸岩,岩塩ドーム群と呼ばれている。岩塩ドーム群は、海岸線を挟んで内陸部に1 0 0キロメ,ートルメキシコ湾側に1 0 0トルの範囲にわたって広がり、総数は300を超える。これらの岩塩は、 99%以上が塩化ナトリウムからなり、旋回域における蒸発残留によって形成された。岩塩層の規模は平均圧300メートル、南北900キロメートル、総面積55万平方キロメートルに及ぶと考えられている。これは日本全土の面積の1.4倍に達する規模だ。岩塩層の底部は大陸方直下で2万メートルに達する。 エイブリー島の前景岩塩ドームというよりも、老年期の山岳に見える。岩塩を含むタバスコを開発した米マキルヘニー社の創業地であり、1868年に創業を開始、現在も製造が続いている。ファイブアイランズの謎が解け始めたのは、1862年、ウィークスアイランドの1 3トル北西に隣接するエイブリー島の地下に岩塩が偶然、 発見されたことがきっかけだ。1901年、ウィークスアイランドの北西6 0トルにあるアイランドと似た地形、ジェニングス丘陵から、南ルイジアナ発の原油が発見されたことにより、岩塩ドームに関する研究が急速に立ち上がった。スボンテ・オーガスとアレーニウス・アレニウスは、純粋、純粋な食塩にいずれもが導電性を持たないことを指摘するなど、食塩について、 広範な研究を行っている。これが、電解必要液理論の研究によって受賞した、ノーベル科学賞に結びついた。岩塩ドームが形成された原理を密度さと、浮力によって説明したのは、スウェーデンの科学者アレニュスである。1912年のことであった。その後、ドイツでは、岩塩の増光運動を、ソールズテクティニクという術語で表現するようになる。ドイツのフとルースハイムは、 1957年の論文でヘイロキニツという用語を提唱した。1968年のブラウンテインとオブライエンの論文によって岩塩ドームの形成はダイアピリズムの一種としてより広く捉えられ、その後岩塩テクトニクスとしてより広範囲な研究テーマとなった。北部ドイツの岩塩層では岩塩層の上部境界が周期的に膨らんで、 岩塩枕を形成し、これが浮き上がって、傘の小さなキノコのように浮き上がって、岩塩プラグを形成し、最終的には岩塩プラグ同士が融合して、岩塩壁を形作る発達様式が解明された。条件が適していれば、イランに見られるような岩塩火山が形成されることも、ある。ルイジアナの岩塩ドームはここに独立しており、 岩塩プラグの段階に止まっていると考えられる。岩塩テクトニクスの基本的な前提は、岩塩が冷やし粛性であること、さらに温度の上昇によって粘性が急速に低下することである。岩塩の密度は2 0 g ト m から2 2 g ト m 一方、ウィークスアイランド周辺の泥を中心とした、堆積物の密度は1 6 グラムマイリッポーセンチメートルである。この状態では、岩塩の密度の方が高く、当然岩塩に浮力は働かない。ところが、堆積物の密度は、地表からの深さによって増大し、約1000メートルで2.2グラムマイリッポーセンチメートルに達し、8000メートルでは2.5グラムマイリッポーセンチメートルを超える。一方、岩塩は圧縮をほとんど受けないため、密度が変化しない。 地表から深く潜るほど地温が上昇し、100度において岩塩が流動性を持つに至る。ウィークスアイランドの構造は、ボーリング、弾性破炭さなどによって、ほぼ解明されている。岩塩は円柱状をなし、頂上はほぼ水平であって、ウィークスアイランドの地下27メートルに達している。つまり、周囲の地表よりも岩塩の頂上の方が高い。頂上部の直径は、 約2 7トル地下3 0 0 0ルでは3トルである。地下5 0 0 0ルまでは連続した円柱構造が保たれている。岩塩の本来の体積層は地下1万6 0 0 0ルよりも深いが、体積層から岩塩ドームまでが連続しているのかどうかは分かっていない。ウィークスアイランドの岩塩はドイツの岩塩と比較しても質に劣らず、 重要な工業原料となるため、最高の対象となった。総延長1000メートルの行動が、5番の目のように規則的に形成された。2007年時点においても、米国最大の食塩製造業者である、米モートンソルト社によって、岩塩の採掘が継続している。ただし、創業レベルは低下している。一方、コートブランシェアイランドの岩塩生産能力は2007年においても、 九トン、分に達する。行動によって新たに明らかになった事実もある。一般に岩塩には、島模様のように見える、総理構造が存在する。これは、蒸発時の条件の違いによって形成されたものだ。行動の表面を観察すると一部の総理構造が、ほとんど直角にまで終局していた。総理構造を、さらに調査すると、岩塩ドームの中心部はほぼ水平であり、 終局の度合いが等しい面が同心円状に外に向かっていった。これは岩塩ドームが何らかの力によって下方から押し出されてきたことを意味する。直接的な証拠もある。再構を続けるうちに行動自体も変形していったからだ。変形速度は最大0.8ミ、mm、リメートル年である。岩塩ドームと周囲の地層の関係は 原油採掘と密接に関係するため詳細な調査が行われた。例えば地下3000メートルから3500メートルにおいて、円柱状の岩塩体が原油を含む砂岩層を突き破っている。砂岩層の本来の深度は約4000メートルであるから、厚手のゴムシートを下方から突き破る杭のように砂岩層が持ち上げられたことになる。岩塩は水や原油を透過しないため、 岩塩ドームに沿って周囲に、ドーナツ状に原油が集積する。ウィークスアイランドにおいても、ベーシェルオイル社が1945年に原油を含んだ地層を発見。2007年時点では、ベーメリディアンリソース社による開発が続いている。ありがとうございます。